サンバルテルミの虐殺、1572年8月23日にフランス・パリで発生した。画像はフランソワ・ディボアの手になるユサイガ、油彩画3バルテルミの虐殺で発生から12年以内の作。虐殺事件の一覧では、一般的に虐殺の語が冠される事件について一覧の形式で解説していく。現在知られている記録のうち、 出来事を表す現代英語としてのマサカーの文献書質はサンバルテルミの虐殺を題材にしてクリストファー・マーローが1600年頃に表した戯曲の名称ザ・マサカー・アット・パリである。虐殺という語は死者が出ていない劇的な出来事を比喩表現する際にも用いられるが以下の表にはそれらの出来事は含まれていない。世界で進行中の武力紛争の場所大規模、戦争。 現在、または、過去1年に1万人以上が死亡。戦争、現在、または、過去1年に19999人が死亡。小規模紛争、現在、または、過去1年に1999人が死亡。小競り合いと衝突、死者は100人未満。ありがとうございます。